皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。社会福祉課パイレーツ部門に新人配属されたばかりのさやです。すごいことが同居してんの。社会福祉とパイレーツは同居せんの。はい、ということで今回ですね、こちらでございます。はい、なんて書いてあるでしょうか。せーの、電話もどうぞ、ふりかけにどうぞ。使いませんけど。ちんちん。はい、ということで今回、はい、こちらノベル。ノベル、皆さんご存知の通り小説。小説でございます。ということで今回やっていく企画はこちら。ディドーン。小説に書いてある文章から正しいキャラデザできるのか。当てのない旅に出てみた。シャープ1。これはちょっとね、今まですごいやってみたかった企画ではあるんですけども、はい、ミリシラお絵描き対決ってよくね、夏目さんちこんな感じでやってるんですけど、うん、この間やった原神のミリシラお絵描きが、ヒント3つから描きましょうというものだったんですけど、絶対当たるだろうと思ってたの。結構近いとこまで行くんじゃないと思ってたけど、思ったんだけど全然当たんなくて勝てませんでしたと。いや、勝てませんでしたと、はい、じゃあ逃げられない状況に追い込んでみようじゃないかということで。なんでまたそういう言い回しになっちゃうかな。いや、もう小説ってもちろん文章だけなので、はい、そのキャラクターにおいての外見を結構正確に言うわけですよ。いや、まあそうだよね。そう、例えば僕が登場人物で出てきたとしよう、そしたら私の目の前に立っている彼は黒い短髪で眼鏡をかけている男、イメージカラーはおそらくこれは青だろうか。前髪は無半とちょっと右側に分けていて、無半と右側に分けていて、これはもう作者の癖強すぎる。読んでる人も無半ね。っていうね、っていうことで、はい、見た目がある程度は思い浮かべられるような描写がされているはず。ということはそれが映像化された、ビジュアライズされた時、はい、皆さんの頭の中に浸透している公式のビジュアルがあるはずです。うーん、有名な小説だとね、うんうん、そこの完全一致ができるのかと。わあ、いうことでございます。むずくない？まあむずいです。でも逃げられないです。だって素晴らしい文章を聞いてから書くわけですから、まあね、うんうん、確かにこれはもう確実に当てていかなければならないと、うんうん、はい、もしかしたら知ってる小説が出るかもしれません。はい、それでは小説追いかきやっていきたいと思います。主人公は俺だい、ピュー。そのポジティブなの。ということで1回戦目やっていきたいと思います。はい、今回ですね、お互いにそれぞれ3つ小説から好きにキャラクターをピックアップしてきたはずなので、はい、キャラクターを描写する文章だけ引用させていただくので、今から皆さんにもそちらを聞いていただきながら我々も妄想していこう、妄想していこうかと、はい、じゃあまずは1回戦目、はい、いきますよ。じゃあどっちからいきますか。でもそのキャラクターは絶対にさ知ってるってことだよね。1回戦目は絶対に知っているはず。おお、じゃあいきますよ。じゃあまず僕から読みます。はい、はい、頑張って聞き取ります。はい、何語でいきますか。シュワヒリ語とかでいく。それだけ分かれてた。日本語だった今の。そう、日頃分かんない。いきます。はい、膝小僧が目立つような細い足で細表の顔に真っ黒な髪、明るい緑色の目をしていた。丸い眼鏡をかけていたが、明るい緑の顔面パンチがしょっちゅう飛んでくるのでセロハンテープであちこち貼り付けてあった。顔面パンチ。はい、以上です。っていうなんか、はい、っていうのは登場人物の名前なんで、言ったらバレちゃう可能性があるので、あ、あの登場人物は伏せました。あー、かしこまりました、はい、猫のオートマイルね。ということで、じゃあさやさんから、ね、はい、僕に対してですね、はい、参りましょう。年、はい、は20歳くらいだろうか。ほう、硬そうな黒髪、黒い爪襟の軍服めいた洋装の上に片身代わりの羽織を着ている。刀身が青光りしている変わった刀だ。なるほどね、はい、こういう感じね、はい、はいはいはい、これ面白いな。え、じゃあどうします。一回ちょっと1回戦目は様子見で20分でやってみる、うん、行きましょう。よーい、スタート。今のところぶん殴られたしかさ、うん、情報がないんだよね。いや、まあそうね。え、でもあるじゃん、いろいろと。まあね、メガネをかけてて、うん、細くて可愛い膝が出てて、そこまでは言ってない。可愛いとまでは言ってない。え、でもさ、これ性別言われてないんだよね、僕の方。確かに。え、男とか女とか言ってないよね。硬そうな黒髪だからツンツンってことか。え、でもね、これ長髪だったら長髪って言うと思うんだよね、小説で。あー、確かに。短髪とも言わない。あ、見て、ゲンさん
バカじゃないの。よーい。全然押されてない。全然制限時間25分ぐらいになったわ。もう許してほしい。軍服めいた洋装の上に。洋装の上に。畳代わりの羽織を着て。畳代わりの羽織の意味が全然わかんないんだよ。畳代わりの羽織って多分エレーヒントだよ。これ日本語の読解力だよねこれ。やっぱ本って読んだ方がいいんだ。この頃はねすごい読んでたんだよ私。図書室に毎日行って、はいはい、毎日本借りてるような子だったの。お母さんに今日ねこれ読んだんだよってね毎日なんか報告してるの。すごい読書っ子だった。そうめっちゃ文学少女だった。文学少女なの。それ文学少女って言っていいんだ。本の好きな子だったの。急に弱くなったキャラクター。でもなんかいつしか大人になったらさ、はい、本開くだけで入眠できるタイプの女子になってしまってさ。いやでもね本読みたいなと思ってるの。小説とか、はい、なんかおすすめない。ゲンさん書いてよ。おかしくない。なんかおすすめないからの飛躍がすごい。ねぶん殴られてて細い足だから、あなんかあるんじゃないかな、こうスラム街とかに住んでる子なんじゃない。あーなるほどね。そういう世界観のお話。はいはい。えなんかすげえかわいそうな子になっちゃった。でもこのなんかボロボロな様相を呈してて、でもさ瞳は明るいってさ主人公っぽいな。でもかわいそうな雰囲気がすごい出てるのにさ、瞳だけは明るいってなんかこう主人公なんじゃないかと思ってないやつ。これ名推理じゃない。ヘルキュール・ポアロもびっくり。すごいやつと張り合おうとしたの。世界的名探偵と張り合おうとしやがる。1回戦目、1回戦目お互いに見ていきましょうか。はい、いきましょう。せーのドン。なんかわいそうね、かわいそう。すごいむちゃくちゃか。なんで鼻血とは言ってないじゃん特徴に。でも靴はいいの履いて。なんで盗んだでしょ。でもそういう、あ、分かんない、誰かくれたのかもしれんね。あそうそうそう、うん、いやただそのセロハンテープでメガネを修復してるみたいな感じで言ってたんで、はい、丸メガネ。あどうしました。なんでもないです。びっくりした。大丈夫です、気にしないでください。何いいよいいよ進めて。テープでメガネを直してるって書いてあったから、うんうん、世界は現代だと思って、はいはいはい、スニーカーもあると思ったから、はい、敵に忠実になってスニーカーも履かせて。なるほどね。はい、多分なんかすごいボロボロなところに住んでるから友達。説明別の物語。なるほど、はい、はいはいはい、っていうイメージです。僕の方はですね、はい、あのごめんさっき大声出してしまったんだけど、うん、気づいちゃったかもしれない。気づいちゃった。今書いてた時は全然分かんなかったけど、うん、今この僕がなんかとりあえずさ、うんうん、手癖で書いたこの髪型にさ、はい、これシルエットを今さ、うんうん、ちょっと見たらさ、知り合いにいたかも。いや、ご知り合いですか。もしかしたら。どうせ、お互い、何だと思うかって推理する、うん、あ、そうだね。一応言う、うんうん、一応先に言っとこうか。え、じゃあ僕言っていい。はい。それでは、ゲイさん、答えをお願いします。鬼滅の、はい、富岡義勇。はい、かしこまりました。義勇さんですね。はい、いや、さやさんはね、うん、最初、ハリーポッターのハリーかなって思ったんだけど、稲妻型の傷がっていうのが入ってるんじゃないかなと思ったら違うのかなと思って、はい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 、かわいそうなただの子になりました。、はい、じゃあお互い正解発表いきましょう。はい、さやさんからいきますか。いいよ、はい、お願いします。それでは今回の年は20歳ぐらいだろうかから始まる、はい、その紹介文正解は富岡義勇です。おめでとうございます。やっぱり、はい、いやこちら鬼滅の刃ノベライズ炭治郎と禰豆子、はい、運命の始まり編。鬼滅の刃ノベライズから来る、はい、未来文庫版からちょっと抜粋させていただきました。全然え、ていうかなんかもうこの顔とさ、いやそうそう、この刀見てそう、ここまでかけててなぜ気づかないって思って。いやなんかすごくない。いやすごいと思う。大正解してる、うん、奇跡的に、うん、すごい推理だよ。えだってこれここにさ、これあの柄の名前の情報があったら俺かけてるね。そうだから多分片身代わりのってことは半々版カオリのことね、うん、こっちとこっちで模様が変わるって意味か。そういうことだよ。1問目からファインプレーじゃないですか。ありがとうございます。ちなみにさやさん、はい、かわいそうな。え、ここにですね意図的に隠していたもう一つの文章がございます。そのもう一つの文章が、自分の顔でたった一つ気に入っていたのは額にうっすらと見える稲妻型の傷だ。あるやないかい、あるやないかい。いやこれに言ったらバレちゃうじゃん、まあ、だって確かにね。あ、じゃあここはあそこどこか、はい、ダドリーです。ダドリーか、ダドリーちゃん、ダドリーだね。え、じゃあサヤさんも当たるじゃない。サヤさんだから大正解です。
じゃあこれがさやさんがハリーポッターというものを受け取って生み出したらハリーポッターはこれなの、こうなるってこと、こうなるわけ、うん、でも確かにこれにあのトゥンティンティリンティンのローブ着てもらったらさ、うん、結構ぽくなるかもね。いや確かに、うん、あいいじゃないですかこれ。いや1回戦目からこれはこれは結構いいんじゃないですか。じゃあ次行きますか。はい、2回戦目行きましょう。ハリーポッター、はい、では2回戦目行きましょう。じゃあさやさんからお願いします。ちょっと長いよ、行きます。そいつは教室の窓際にいてこっちを見ていた、うん、そこにいたのは女だった。はい、女、いただきました、はい、書かせてください。俺はこの時まで祖祖とか清祖とかいった語彙のイメージがどうもつかめないでいたが、うんうん、その女を形容するには祖祖とか清祖といえば形容できることはすぐに分かった、うん、黒髪が背まで伸びていて、うん、セーラー服がよく似合っていた、うん、背は女にしては高い方で多分うんよりも高いだろうと思われた、うん、あそいつは登場人物なのね。あそうですね、はんはんはん、他の登場人物なの、はいはいはい、女で高校生なのだから女子高生だが、うん、唇の薄さや頼りない線の細さに俺はむしろ女学生という古風な肩書きを与えたいような気になる、うん、だがそれら全体の印象から離れて瞳が大きくそれだけが清楚から離れて活発な印象を残していた。俺この子好きじゃん。でも確かに文章が面白いな。清楚系ということを理解させなきゃいけない子なんだ。え知ってる、ちなみにこの子。え知ってると思うけどな。あそう、うん、えじゃあ行きます僕ね。はい、お願いします。はい、行きます。男の人だ多分。多分男の人多分メイビー。スラリと背が高く、はい、スラリ長い髪と白いロングシャツが風になびいている。ここ中略します。山登りみたいなリュックを背負っている。日焼けしたジーンズに大きな歩幅、少しウェーブした長い髪が海を眺める横顔を隠している。青年の肌は夏から切り離されたように白く、顔の輪郭は鋭くて優雅、長いまつげがスッと切り立った頬に柔らかな影を落としている。左目の下にはここにあるべきなんだという完璧さで小さなほくろがある。です。ごめんげんさん、何俺分かっちゃったかもしれん。うそマジ分かっちゃった、うん、じゃあまあ分かったなら分かった。私でもこれ絶対当たる、絶対当たる、うん、絶対当てにいける。分かった分かった、うん、じゃあ間違いないね。何何握手したか先に。分かった早いよ、いきます。いけるぞ監督、自分いけます。本当すか、はい、本当、まあ、時間は2分でいきましょう。なんでだよ。なんでだよ、テンション上がりすぎだろ。まあいいや、20分、よーいスタート。セーラー服だし女学生という印象を受けるわけだ。だから美少女戦士って間違いなく美少女戦士だよ ね, ね戦士ではね、戦うのは戦士だけど、これで5大セーラームーンだと俺怒るよ。もうちょっと言えよって言って。ごめんね素直じゃなくて。うるさい。ごめんじゃなくても言えよ。セーラームーン超好きだったな。俺もセーラームーン超好きだったな。あの僕ね、うん、セーラームーン大好きすぎて、うんうん、セーラームーンごっこしてたの。かわいい。団地の女の子と一緒に、うんうん、あの女の子がね、妹とお姉ちゃん、ね、妹の方と僕が同い年で確か、うんうんうん、でずっとその団地にいた子とセーラームーンごっこして遊んでたわけ、うんうん、3人で、うん、仲良くね。あらかわいい。そうでみんなで3人それぞれさ1人1役与えてさ、うんうん、僕がねタキシード仮面もしかしてではなくて、はい、ウサギちゃん。ウサギ主人公。なんでかゲンさんウサギちゃんで、僕と同級生のこの女の子がタキシード仮面で言えたかったんだね。そう多分ね、かっこいいからセーラーゲーンだ、セーラーゲーンだ。月に変わってお仕置きしてたゲンさん、マジで。でもさ、ゲンさんがさ、この前すごいさ、うん、めちゃめちゃドヤ顔でさ、そういえば僕さ、赤ちゃんの頃多分アンパンマン通ってきてないよっつって、ドヤっと言ったよね。そうめちゃくちゃドヤ顔で言ってて、うん、マジでっつって、いやもうやめろマンって言ったらもう全世代の子がさみんなお世話になるじゃんとか言ってたんだけど、生きてたんだね。いや僕全然アンパンマンとか通ってないんじゃないかな、うん、みたいな感じでなんかすごいドヤ顔で言ってきて、うん、でそれは真偽を確かめるべくお母さんに、ね、うん、そういえばゲンさんってアンパンマン見てなかったんですかって言ったら、えぇ、ーゲンちゃんめちゃめちゃアンパンマン好きだったよって言われて思い切り倒してた。なんか俺人と違うからみたいな記憶だけ改ざんしてただけ。改ざんしてただけ。あのしかもなんかね、あのアンパンマンの応募者の1名にしか当たらんアンパンマンカー当てて大はしゃぎしてたらしい。かわいい、めちゃめちゃかわいさにめっちゃ許してほしい。許すわ、ゲンちゃんかわいい。絶対これでしょ、絶対これでしょ、絶対これだと思ってんだけど俺。え違うのかな、違かったらどうしよう、あんなに生きっといてゲンさんと一緒になっちゃうよ。なんだゲンさんと一緒になっちゃう。いいだろ別にゲンさんと一緒だって。こんな素敵な夫と一緒にしてもらえるの。自己肯定感、急に自己肯定感高い。いやこういう感じだった気がする。あ
あ、こいつ、こいつまさか、あ、あ、こいつ嘘だろ、マジか。あ、じゃあリアクションしちゃったよじゃなかろうかなと思ってる。マジかとか言っちゃったよ動揺した今ほぼ正解発表、いや、違えし違えし、わかんない、勘違いする、わかんない。はい、はい、ということで、2回戦目はこちらです。せーの、ドン。まあまあまあ、というわけで、ただね、ビジュアルがでも合ってるかどうかわかんないけど、でも情報から、はい、よくわかったね。何でわかった？いや、なんか長い髪、白いロングシャツ、リュックで髪の毛がウェーブしてるっていうので、あー嘘、それでわかった。というわけで、そう、スズメの戸締まりに登場してくるソータさん。ソータですね、宗像ソータです。宗像ソータ、大正解、やったー。いや、なんか完全敗北これやったー。特徴通り描けるのかっていう企画なのにさ、うん、もう本人気づいちゃったらもうダメだよ最初にそりゃそのキャラ描くよね。いや、大正解です、はい、こちらはですね、新海誠監督がスズメの戸締まりの原作小説として、はい、はい、スズメの戸締まりを書いております。そこに出てくる描写をそのまますごい細かく書いてあったからね。新海誠監督の文章で生まれた、うん、すごい伝わったということですね、はい、すごいね、やっぱり。てなわけですが、はい、あの源さんは、うん、ごめんなさい、全くわからないから、放課後突然出会いたかった、こんなことっていう子。あ、いいね。ね、あなたなんとかなんでしょって言ってグイグイ来る感じ。かわいい。こういう子にグイグイ来られたらたまらんよ、男みんな。女学生大好きだもんね。ね、やめてて。そういう学生時代っていう話。うん、そうね。そういう学生時代をちょっと過ごしてみたかったなっていう、あの気持ち悪いおっさんの妄想の。清楚なんだけど、うん、やっぱその活発そうなっていうので、ちょっといつもよりちょっと目を大きく。あ、そうだね。夕日のクレナズム教室でちょっと出会ってほしい。はい、じゃあこちら、はい、正解は、はい、評価に登場してくるエルちゃん、エルちゃんです。エルタさん、好きだわ。好きだ。いや、でもそう、めちゃくちゃ見てたわけじゃないけど、うんうんうん、当時見た、好き好き好き。というわけで、エルちゃんか。はい、米沢ほのぶさん。評価の原作小説ってことね。そうですね。はい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 。はい、この子清楚よりちょっともうちょい人怪しあるもんね。うん、ちょっと謎大きい。うん、秘密見つけて。確かに。どっちかというと、ね、やったら殺人事件とか見つける、うん。どっちかというと。はい。なるほど。2回戦目楽しいな、これ。え、すごい楽しいこれ。はいはいはい、うんうん、じゃあ次行きましょうか。はい、では3回戦目行きましょう。参りましょう。あっという間に3回戦目ですが、ちょっとさやさんから言ってほしいな。これゲンさん困らせたいくて、うん、これを書くゲンさんを見たいなと思って、これを。なるほど、じゃあお願いします。はい、まず参りますよ。はい、入ってきたのは派手な青と銀の服を着た背の高い若者でした。ああ、若者は部屋の片隅にギターを立てかけようとして手を止め、うん、風変わりな澄んだ緑色の目にかぶさった金髪をかき上げると、かぶさった金髪、なに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 、猫鳴いた今それは何、あ、今猫通っちゃった、通ったんだ、猫通っちゃった、それは伏せ字だよね。あ、これは伏せ字、ややこしいな、猫通っただけですよ。あの登場人物ね。あ、そうですよね、うん、痩せた細長い顔が不思議そうな表情になりました。え、でもすごい情報出てんじゃん。わかりました、はい、はいはいはい、これが3回戦目のゲイさんのお題です。さやさん次ね、うん、僕がね用意したね、この文章、はい、凄まじい文章いきますよ。凄まじいの、凄まじいの、凄まじいの、これね、うん、高等学校時代の写真か大学時代の写真かはっきりしないけれども、とにかく恐ろしく美貌の学生である。恐ろしく美貌、しかしこれもまた不思議にも生きている人間の感じはしなかった。学生服を着て胸のポケットから白いハンケチを覗かせ、遠い椅子に腰掛けて足を組み、そうしてやはり笑っている、笑っている。人間の笑いとどこやら違う、血の重さとでも言おうか、生命の渋さとでも言おうか、そのような充実感は少しもなく、それこそ鳥のようではなく羽毛のように軽く、ただ白紙1から10まで作り物の感じなのである。キザと言っても足りない、軽薄と言っても足りない、にやけと言っても足りない、おしゃれと言ってももちろん足りない。しかもよく見ているとやはりこの美貌の学生にもどこか階段じみた気味悪いものが感じられてくるのである。私はこれまでこんな不思議な美貌の青年を見たことが一度もなかった。はぁ、
めちゃめちゃ美しいということだけは分かった。まあ、知ってる方はめちゃめちゃ多いはずですね。これもうね、僕初めてこの文章を読んだ時にすんごい語彙力高っけーな、この文章って、うん、すごいね。当たり前なんですけど、うん、なんとも形容しがたい美貌の青年ということです、ね、そうね、階段じみた美貌ってすごい表現だよねすごいよね、これ、うん、それを僕が書くのかい。そうだよ、書くんだ君が。僕がそれを書くのか。なんでグーフィー出てきた緊張感ねえな急にじゃあ参りましょう。じゃあ最終戦、よーいピー。私が思う恐ろしく美貌な人を書いてみようかなと思う。おー、いや、こいつはね相当な位の高い人間。あー、いいですね、うん、簡易12階だと紫ぐらいかな。なんで簡易12階で例えたの一番高いお兄様とかって言ってるさ、うん、妹がいいですね。そうそう、お兄様でもね、ちょっとこういう系だよ。お兄様、今日はね、今日は学校でトリコブトの毒を扱いましたので、でも私こちらはもう遊び飽きてしまいました。やべえ妹だな、そっちのこのが気になるな。ちょっと銀ってなんやねん。銀ブリジー出てくる、あの目が細い一丸銀じゃないの、あのヨロゼアやってる白い髪の坂田銀時でもないの。鉱物の一種、白色の。いいよ銀のレパートリー別に。さあということで最終戦、ごめんなさい、普通に30分ぐらいかけました。ハッピー。はい、ということで最終戦はこちらです。せーの、ドン。ほうほう、お互い美少年も書きましたね。いい感じです。いいですか。はい、いい感じですか。あ、目つきがいいですね、目つきが、はいはい、あのさ、ちなみに言っていい、うん、ここまで書いたじゃん。うん、分かってない。分かってない。分かってない。でもね、とりあえず、議員が分かんなすぎて、うん、こういう、そう、これ金じゃん、ちょっと値上がっちゃったね。あ、違う、これなんか銀のつもりで返したら金だったわ。なんかこういう感じで、いや、うんうん、相当位が高い人なのではという予想。ああ、うん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 。なんだけど、うんうん、とりあえず僕が思うちょっと刻ったらしい金髪美青年みたいな書いてる。もう美青年っていうワードがいいよ。そしてさやさんこっちで、ね、はい。あ、でもいいいいいい。そう、分かる。ポケットからそのハンカチが出てる学生服っていうと、はい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 、なんかこうちょっと大正時代っぽい、あのちょっとレトロなさ、はいはい、イメージのある学生服で、かつなんかこう恐ろしく美貌っていうと、はい、なんかこう浮世離れした雰囲気だとこういう、うん、まあこういう感じね。そう、分かる分かる、言いたいことすごい分かるし、いいなと思うんだけど、うん、まあ、ちょっと答え知ってほしいな。じゃあ、はい、さやのから発表してほしい。確かに、でもマジで僕分かってないこれを、うん、では正解発表。はい、入ってきたのは派手な青と銀の服を着た背の高い若者、うん、はい、こちらダイアナ・ウィン・ジョーンズさん著作のハウルの動く城1、魔法使いハウルと火の悪魔の、はいはい、ハウルです。ハウル、はい、あなたハウルっていうのねすっごいこと言っていい、うん、見たことない。ハウル見たことないの。ない。あんな美しい作品を。ない。え、僕実はね、ジブリハウルだけ見たことない、うんうん、でもハウルのビジュアルは見たことあるでしょ。あるあるある。あ、こういう感じね。でもこれはでもジブリが、うん、多分ジブリとちょっとイメージが変わってるんだと思う。う、ね、と違うよね、うん、キャラクター化される時に少しデザインが変わったかもしれない、ね、変わってる感じするよね、うんうん、で、ゲンさんがデザインするとこうなるってわけだ。そういうことです。ハウルはちょっとこれを機にハウル見たい。あ、そう、見ようよ。逆に映画を、まあそんなこと置いといて、はい、こちら、そう、さやさんが書いたこの絶世の美少年と言われる彼は一体誰なんですか。はい、はい、こちらの正解は、はい、名前大場洋蔵です。大場洋蔵、あ、知らん。人間失格、あー、太宰治著人間失格より大場洋蔵でございます。うん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 、はい、確かにビジュアルの正解はないかも。そうなんですよ。実はですね、はい、いろんな方が表現するよね、うんうん、まあ、確かにね、人間失格っていう映画も作られてるし、うん、それこそ最近あの小栗旬主演で映画化もされたし。あ、そうですね。あとはあの大人気漫画家の先生の古谷宇佐丸先生が書いてる人間失格もあるし、うんうん、小畑武先生が文庫本の秘書表紙を書いた、うんうん、人間失格もある。そう、ある。だからやられた。さやさんに太宰治の文章から絵を描かせただけっていう企画ですね。太宰治はね、実はね、全然読んだことなくて、はい、なるほど、ね、夏目漱石とかはね、すごい読んでたんだけど、高校生の時の黒歴史掘り出してくるのなんか、あの時代もめっちゃめっちゃ
やってたから。あ、やってた。これやな。これやってて。やってたんだ。あの、これは別に私利私欲でやってるわけじゃなくて、はい、これは私は国語のテストの点数を良くするために、はいはい、己の理解を深めるためにキャラクターを作ってるんだっつって、ほぼ全部の作品でやってましたね。教科書に載ってる。マジ？まあでもとにかく、はい。はい、こちらはあの、かの有名な太宰治の人間失格のオーバー用語でございます。ぜひ。読んでください。そうね、さやさんがじゃあ読んでる時のオーバーヨーズは多分このビジュアルで、このビジュアルなんでしょうね、うん、頭の中で映画化されてると、そういうことですよ。わーでもこういう感じでやってみると、うん、小説っていうのはやっぱり自分たちの都合のいい顔で再生しているんだなという、うん、いやそうね、感じがすごいね、うん、好みが顕著に出ますね。いや面白い。まあどれが正解というわけでもないんですけど、みんなが抱えてるイメージとどれぐらいズレがあったかとか、うん、はい、皆さんぜひやってみてください。いや、やってみてほしい、楽しい、ね、めちゃめちゃ楽しい。なんかキャラデザの練習とかにもいいかもしれない。うん、いやなんかさ、ね、お友達とかさ、家族でさ、うん、最近読んだ本の中からさ、ね、お互いこう、うん、問題出し合ったりとかしても面白い気がするね。はい、ということで皆さんもぜひ、はい、小説を読んで絵を描いてみてはいかがでしょうかと、はい、綺麗に締めたところで、はい、はい、いや、あの今回ね、文章をお借りした方々、はい、本当にありがとうございました、はい、作品ありがとうございました、本当にありがとうございました、はい、ぜひ皆さんを読んでみてください、はい、概要欄にあのそちらの本もリンク貼ってありますので、はい、ぜひ読んでみてください。さやさん本当に高校生の時すごかったよ、うん、多分三月期もやったし、うん、三月期めっちゃ聞いた、舞姫もやったし、